Hello, ladies and gentlemen. I'm your host, Mr. Chef. Here playing Yakuza if you want me to into part 9. I think it's exactly where we left off. So, one of our friends got their thing hijacked. Got some guys we need to fight here, so we'll take a left, go fight them, get to the objective. I should still have plenty of supplies left. Yeah, I'm good. Oh. So. しばらく寝てろ。もうすぐよ。ここなの？ああ。Ajima。That's right. That was the incident with the truck. Like when I said, he was like, yeah, he's not dead. There's no way. Yeah, it's not bad. We're in an abandoned place. It could be worse.
ほっほう。
早くここに集まれ。泣かすぞ、おら。Yeah!
その男を返してもらう。合田会長は別の場所に連れてかれちまった。すまね。いや、こっちも遅くなって悪かったな。大丈夫か？大丈夫じゃねえ、死にそうだ。どうした？どっか怪我でもしたのか？そうじゃねえ、腹が減って死にそうなんだよ。それなら体の方は問題なさそうだな。一人一人の動き、銃の撃ち方、やつら普通の組織じゃねえ。まるで軍隊のようだった。軍隊か。大丈夫か、大吾？柏木さん、体は問題ないのか？すんません、合田会長を守りきれませんでした。それは聞いた。気にするな、お前が無事で何よりだ。それで、お前と合田会長を拉致した奴らはどこのドイツなんだ？詳しいことはわからない。だが、自分たちのことをジンゴン派と呼んでた。本当にジンゴン派と言ってたのか？柏木さん、ご存知なんですか？ああ。だがジンゴン派は壊滅したはずなんだが。さっき府警に連絡してジンゴン派のことを調べてもらったら、そんな組織の記録はないと言ってたわ。ジンゴン派は世間では全く知られてない組織だからな。けどそれだけの組織だったら警察の記録には残っているはずよ。警察はジンゴン派の存在を抹消したんだ。どうして？あれは20年以上前のことだ。当時のカムロ町は
堂島組以外に海外の勢力がひしめいていた。その中でも最大の組織が韓国の人言派という組織だった。東上界で中堅だった堂島組が大きくなるには、そういった組織を制圧するしかなかったんだ。でやるんでか、おやさん。ああ、皆殺しだ。皆殺し？どうした、何か問題でもあるのか。いや、なんや風間、行さん人殺したお前が何ビビっとんねん。そういう問題じゃないんだ親父。戦争以外の選択はないんでしょうか。何アホなこと抜かしとんねん。先に喧嘩ふっかけてきたんは向こうやろが。やられたらやり返す、それが極道や。なあ風間、お前の言うことがわからんでもない。やさん。まあ待て。だがな、あの人言派って奴らは別だ。奴らのやり方は尋常じゃない。このままだと堂島組が壊滅ってことにもなりかねない。ですが、叩くなら今しかない。下手な情を挟めばそれが禍根を残す。だからやるしかねえんだ。わかるな。はい。でも本当に皆殺しにする必要があるんでしょうか。当たり前や。うちとこの組員が何人やられた思てねえ。わしはあいつらの息の根止めな気がすまんねえ。奴らのアジトはディスコホールの裏のビルにある。チャンスは今夜だけだ。任せといてください。はい。風間の親父さんは最後まで迷っていた。だが白いものでも親が黒といえば黒になるのがこの世界だ。結局組のために風間の親父さんは島野のおじきと共に人言派のアジトに乗り込んで組織を壊滅させた。結果堂島組はカムロ町を手中に収め、東上界での勢力を伸ばした。その後島野のおじきは独立して島野組を直系に昇格させた。その時の構想で堂島組一派は組織を大きくしたってわけか。堂島組だけじゃない、東上界もその勢いに乗じて関東一円に組織を拡大させていった。でも今の話じゃ人言派は壊滅したことになるんじゃないのか。その通りだ。人言派は壊滅したはずだ。だがもしかしたら生き残りが存在していたってことになるのか。生き残り？じゃあその生き残りが合流会とつながってるってことになるな。ああ。でもそれだけ大きな事件なのにどうして警察は動かなかったの？当時警察は人言派の実態をつかみかねていた。だから堂島組に奴らの壊滅を任せる形を取ったんだ。つまり見て見ぬふりをしたってことなのね。まあそうだろうが、本当のところは当時の担当刑事でもなきゃわからんだろう。担当刑事？誰なの？名前までは覚えてない。何せ20年以上前の話だ。そう。しかし偉いことになった。合田会長はさらわれたまま、合流会はカムロ町を狙っている。それに人言派の影、それに伊達さんをはめたネズミの存在。次は一体誰が何を仕掛けてくるかだ。そんなもんどんな手で来ようがやるしかねえだろ。
あの、ああ、はい。Still got a good amount of time for this episode. Yeah. Another funeral. ねえ。しばらく寝てろ。Okay, now time to top off my stuff. ほほう。I also got levels.
いらっしゃいませ。ありがとうございました。Okay, now I want to go and swing by the thrift shop. I'd like to make some quick cash. And I think we'll be good to go. いらっしゃいませ。ありがとうございました。Hey, time to go.それでは出発いたし。あの神宮派が合流会と手を組んだとなれば、また多くの血が流れることは避けられないね。とにかく一刻も早く郷田会長の居場所を突き止めることです。杯さえ交わせば奴らの動きは封じられる。おい、何者だあいつら。どうなってんだ。交流会の連中か。そこどかんかい、ボケ。またお会いしましたな、キリュウハン。ここから先は
一歩も通さない。今日は龍二さんもおらへん。ハンさん殺す気で思いっきり暴れさせてもらいます。やれや。葬儀の日に殴り込むとはどういうつもりだ。うちの若いもんは血の気が多てかなわんわ。やめ言うてんのに勝手に突っ走ってしもうたんや。ほんますまんことしたの。どの面下げてきたんだ。寺田藩には昔よう世話になったさかい、証拠をさせてもらいに来たんや。おめえの証拠など受けられねえ。とっとと帰れ。さっきからおっかない顔しとるけど、あんた何者や。若頭代行の柏木だ。ほんまでっか。わしはてっきり葬儀屋のおっさんかと思ってました。まあ人手不足の東条会さんなら知らないかもしれませんな。死んだ会長はよそ様の組からヘッドハンティング、会長代行は未亡人のオーバーハン。こないな組と喧嘩してると思うとチートばかり投げてきます。寺田会長ぶっ殺したんはてめえの仕業だろうが。おお兄ちゃん、この前の勢いはどこに行ったんや。畜生、ぶっ殺してやる。合田会長はどこにいるんだ。空気のええところでゆっくり休んでもろてます。目的は杯を阻止するためか。せえ、天下の近江連合とこんなヨレヨレの組が杯交わすなんぞバランスが取れへんやろ。てめえ喧嘩売りに来たのか。ちゃいますねんちゃいますねん。今日はほんまに寺田藩を弔うつもりで来ただけです。それにわしも人の子や。厳粛な葬儀の場でドンパチやるほどアホちゃいます。香典です。お納めください。合流会の金など受け取れん。登場会は1年前にたかが100億のことで内輪もめしとったやないですか。銭に困っとるんなら素直に受け取った方がよろしい。
こんな子供じみた挑発をして近江連合の六代目を告げると思ってんのかい。あんたが会長代行やな。合田会長の気持ちを思うと胸が痛くなるよ。何が言いたいんや、オーバーハン。親はね、どんなに出来の悪い子供でも可愛いもんなのさ。けどね、これだけ筋違いのことをされちゃ血のつながった親としては死ぬほど情けないはずだ。わしと親父は血などつながっておるんだ。え？せやから親の情なんかあれへん。あるのはお互いに憎しみの感情だけ。あんたも大変やな、出しゃばりなおかん持って。てめえ、今日はもうお遊びはなし。お邪魔なようやし、そろそろおいとまさせてもらいます。そうやな、3日やな。3日。ええ、わしらもその間は毛に服させてもらいます。せやから3日後再戦と行きましょう。再戦だと？そうや、もうこれ以上ごちゃごちゃせんと一気に片付けましょうや。カムロ町に血の雨降らせたります。せやけどうちには礼儀知らずのおっさんがおるからの、多分今頃カムロ町のどこぞで派手なパフォーマンスを繰り広げとるはずや。礼儀知らず？誰だ？戦国や。戦国？
時間食っちまった。ほっほー。いらっしゃいませ。ありがとうございました。約束やったからね、ちゃんと守ったで。ああ、それより早う登場会の本部に戻るんや。なぜだ。連中街中でヘリ飛ばしたり兵隊を行進させたりしたんは桐生ちゃんをここにおびき出すためや。ほんまの目的は本部を乗っ取ることや。本当か。ああ、裏で戦国組を手引きしたんは神道や。神道か。あのドアホ金で願ったんや。はよ行けやキルちゃん。うわっ。ここは私に任せて。あんた近くで見るとえらいべっぴんさんやないかい。わしの女に無駄口聞かないで静かにしてなさい。じゃあ頼んだ。He never misses on taking an opportunity. I respect it.One minute mark, and I felt like something major was about to happen.
So that's it for this episode. Thank you for watching. I'm your host, Mr. Trap. Let's see how it goes if you want me to. Game 2, Part 9. Let's do it. I'm Mr. Trap, and I will see you.